ねえ、ここ全然勝てないんだけど。どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はねアガルタ、まあ正直今14節まで来たんだけど、まあネタバレ注意ね。ここから先普通にここアガルタからネタバレしていくんで注意してほしいんだけど、あのここにバーサーカー出てきたじゃん。ヘラクレスの 別のやつ、こいつ強すぎない？いやマジでいやヘラクレス強すぎて勝てなくて、今5回ぐらい失敗してんだよね。今回はちょっとね、あの倒したいなと、ぜひとも倒したいなということで挑戦していこうかなと。ラスボスだけやろうかなと思ったんだけど、ここ強すぎて全然進まねえわ。まあ、一番いいとこ行った編成はちょっとね、まあ、まずみんなにあのそれ説明しなきゃいけないんだけど、まあ、まずエウリュアレだよね。敵2人が敵2人が男だから、エウリュアレがまず刺さる、うん、で、あのねスカサハを入れてるんですよ。実はスカサハを入れたら一番安定した。でも、まあ、やっぱあの奥義効果、うん、奥義効果があのすごい強いじゃないですか、スカサハで。あと3アビ3スキルに神聖特攻がついてるんで、あのヘラクレス、あの通常がクソ痛いから、まあ、まずヘラクレスから潰さなきゃ負けちゃうんだけどヘラクレスを潰すためにその神聖特攻のスカサハがすごい強いんですよ。え、まあ、ちょっと、まあ、新しい編成も実は試そうと思ってるんだけど、スカサハがとりあえず欲しい。いいスカサハあったんだよね、これ、まあ、レベル1だけど問題はないですね。で、はい、この編成で行ってみようかなっていう風に思ってるんです。まあ、ちょっと、まあ、どんな敵なのかっていうと、まあ、結構これ困った人も多いんじゃないですか。これ困った人も多いと思うんだけど、あのヘラクレスと、まあ、あと船長ですね、裏切った船長、まあ、この2人と相手取ることになるんだけど、まあ、いかんせんヘラクレスの火力、メガロスが火力が高すぎて、まずあいつに全体攻撃されたらおしまいなんだよね、うん。でまあ俺のやり方としては、まあ、まずここで、まず 1回30万このメガロスを落としきる。まずここのメガロスを落としきるっていうことを主軸に置いて、これはもうアビリティ使っちゃおうか、連帯強化多分過剰だけど、まあまあまあ、まずここでメガロスを落としきる。ちょっとメガロスにいかに何もさせずに終わらせるかみたいな、ないっすか。もういかにあのメガロスに何もさせず、あプレイク来た。メガロスに何かさせると終わるんだよね。どういう違う、ここで、まあ、どうするかっていう話なんだけど、まあ、ちょっともう使っちゃおうかな。なんとかして倒したいんだけどね、まあ、コロンブスもなんだかんだ弱くないんだよね。俺ここでさ、ちょっとマーリンオーダーチェンジで投げようかなって思ってんだよね。で武蔵を出す。で武蔵を出して何をするかっていうと、あの武蔵で相手の回避を避けようかなと、相手の回避を避けていこうかなっていう風に思ってるんですよ。これでエウリュアレも強いから、ここでもうマーリンのスキルを吐いたんで、ここで魅了で1ターン耐えますよね。攻撃アップ、うわーえぐいよ、まあ、ここはでもなんとかして 80% だもんね。まあ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 、でも無敵使おうか。よーし、止めらんからね。で、まあ、少なくともメガロスに宝具使われたら終わりなんで、まあ、B9、とりあえずこれで、まあ相手に、うん、あのねメガロスが回避使ったら超きついんだよね。だからここで武蔵ためたかったけど、ほら来た来た来た、これがね辛いんよ。俺ちょっとだからこの回避を避けるために武蔵をちょっと準備 してみたんだけど、ちょっとどうなるか分かんないですね。まあ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 無理だよね、無理だからしょうがないもんね。これは武蔵貯めるしかないよね。まあ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 、じゃあ ABA で。コロンブスも言うてこいつもなんか容赦ないんだよな。やめ武蔵、ほらこれエウリアレほんとつらい。
メガロ、いやさっき NP 貯める動きしなきゃダメだったかな。ここは言うてもメガロス行くしかないよね。まあこうだわな。 BQA 火力が高すぎるんだよね。ここで次ターン相手、俺メガロスがね心眼使っていく説ワンチャンあると思うんだよね。ここで攻撃か。まあ武蔵ホーグは温存しておき、ジャック・ザ・リッパー入れると言うて危ないでな。これ14万落とせねえかな、なんとかして。コロンブスここスタンで1ターン止めるか。スタンで1ターン止めて神聖特攻決めよう。神聖特攻決めて BB、 あー落とせるかな14万。 BB でもさすがに14万落ちねえだろう。武蔵はあバスチで落ちるかな。武蔵ちょっとが良かったね。それだったら落ちないかな。神聖特攻すごい。おーでもいいとこ削れてるけど、これだったらでも言うと逆に、あ、心眼来た。心眼来たね。OKOKOK。逆に OK。これでなんとかして耐えれないかな。狙いをつけられていく。マーリン耐えて、OKOK。よいしょ。ここで落としちゃいましょう。ロリンの神髄、お見せしましょう。任せ。NP 貯めて。ん？これでいけるかな。天満台自在天神。見よう、クリカラ。回避、あ、これ避けられるんだ。これ避けられるのか。で、これで強化解除で回避が消えるよね。2万落ちるか。あ、全然2万落ちない。もう2万落ちないのずるいよ。2万落ちないのずるいんだが、マジかよ。悪い顔やめろよ、マジで。マジか、嘘。火力上げなきゃダメだったのか。まあまあでも言うてこれマーリン決めれるから、マーリンバチ決めて AQA かな。そうか、お望みのままに。次スカサワで落とせるか。星の宇宙に物見の向かい、割とこれ綺麗に決めれてないか。次のさ船長の工具どう耐えるかだよね。まあ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 、まあ、ここがまず一つブレイク。あー伝えてた、痛い。コンキスタドール、オッケー、生きろ。クリティカルずるいよ、クリティカルずるいよ。このゲームクリティカル運ゲーじゃん。いやーどうにかして耐えなきゃダメだな。まあ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 、でも9で耐えよう。よし、これで 9BB で落としきるか。どうやっても落としきろう。あ、これ無理か。でもスタンすれば問題はないか。強いよこいつらマジで。え、これコロンブス落とせなくない？11万。コロンブスがどうなるかだよね問題は。おー、いいダメージを出していく。狙いをつける。マシュか。まあ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 、まあ、いや、あー落ちないなこれ。これマッシュじゃ無理くさいね。だろ、防御アップ温存して耐えれるかな。なんとかドロップアンカー。ちょっとこれ、まあ、マッシュにニアビつけてみるわ。頑張ります。マッシュにニアビつけてみて、マーリンで落としきれないかな。気合でBQQ でいきます、はい、ああそうか。これで4万落としきれれば落ちろ。オーケーオーケーオーケー、落ちた。あー落ちた、初めて落としたかもしれない。ヘラクレス、あ NP は3です。こいつ絶対神聖ないじゃん笑えるぐらい絶対神聖ないじゃん。これ HP 補給用のマーリン使って、行きます、了解です。こっち行きましょう、アーツチェインで。いや問題はさ、マッシュで耐えきれるかどうかだよね。
行くぜ。いや、いい。おらおらおら。まあ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 、まあ、あと1ターンですね。あと1ターンを気合で耐えれば OK と。よし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 。これさ、マシュ動かそうや。これマシュ、マシュワンチャンここでさ、あれいけないかな。 200% いけないかな。159、ワンチャンマシュ200いったらあるな。ガーデンオブアバロンで、マシュ200ないか。お、200きた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 。これで防御がかなり上がる。バストアップ。ちょ、マーリン、ちょっと、あー、スカサハ、スカサハのスタン依存あるか。スカサハスタン依存ちょっとワンチャンないっすかこれ。でもさ、あれだよね、マシュの宝具ってさ3ターンあるからさ、ここでスタンしたらスタンしたで美味しいじゃん。ってことはここで使っていいじゃん。防御アップでどっちも神殺しも使っても問題ないでしょ。で、マシュのこの宝具も防御アップも3ターンぐらいあるよね。うん、カットも3ターンだよね。ってことは、じゃあ使っていこうぜ。会長、私は最悪の席に立つ。大丈夫かな。よいしょ、スタンしろ、スタンしろ、スタン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 。お、スタンした。 OK、OK、OK、OK。 これで1ターンフリーに動かせるわけよ。それは全ての傷、全ての怨恨を癒す。これで1ターン自由に動いて、いいねいいね。これでマーリンの HP も回復できるっていう寸法よ。からの、うん、そうか、ああ、これで NP 貯めて6800。耐えきれるかっつう話だよね、コロンブスの宝具。これ耐えきれるか、頼む、耐えてくれ。耐えてくれ。これどうだ、いけそうじゃない。おおおおお、マーリーも死んだ。でも、おすごい、防御アップで耐えた。防御アップ強いね、このゲーム。防御アップクソ強くない。え、マジで俺このゲームマジで防御アップ強いと思ってるんだけど。ちょっと待てよ。いや、これはもう、まあ、スカサハですね。これはスカサハ。で、そうか、そうか。これでスカサハ起動して。オーケー、オーケー、オーケー。茨城童子はどうなんだ。 OK OK OK、 耐えて、うーん、3万8000だったらここで落としたかったけど、入れ替え可能なサブメンバーいません。うーん、まあでも言うて、うん、こうかな。で、次は落としてどうするかっつう感じやな。ボコンされて、まあ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 、まあ、スカサハは問題なしと、うん、あ、これ自分回復か。待て待て待て、焦ってるな。 B9、 そう、任せ。これで次だね、次が問題。ブレイクさせて、ここがラスト。働き者への激励、無敵貫通、防御威力アップ。おー、茨城童子耐えろ。よし、 OKOKOK、 これは熱いぞ、これはマジで熱い。来てる来てる来てる、これ勝てるぞ、勝てる、勝てるんだ。おおおおおお、来た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 。6回くらいチャレンジしたんだよね。いや、でもこれ羅生門大原芸よりスタン確率上げよう。スタン確率を上げて、次マッシュで。了解です。 NP 大事にしてこう。強化解除、この強化解除はわりかしうまみで、昼目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 、お、昼んだ。おお、師匠
スカサハ師匠強い。スカサハ師匠強いね。これクリアですわ。お、クリアできた。もうできないかと思ったけど、これ普通にカットして次はこれでいきますとか言ってやろうかなと思ったけど、運よくクリアできましたね。エウリュアレ速攻死んだ時マジでちょっとどうしようこれって、エウリュアレ特に何もせず死んじゃった時、ああどうしようかなと思ってたけど、あーでも良かったですね、うん、あと強化解除って言ってなんかすごいドヤ顔で、あの強化解除した後にホーグ入るかなと思ってたけど、全然強化解除にホーグダメ入らなかったですね。まあそんな紆余いろいろもあり、紆余曲折もまあ実は動画にしてないけどあったんですけれども、ヘラクレス討伐完了しました。でもこれ結構すごい積んでた人多いんじゃないですか、自分のこと棚にあげるようであれだけど。あのマシュの防御アップ強いね。はい、ということで、大英雄メガロスだっけ、うん、を倒しました。では次は明日かな、アガルタクリアの感想でお会いできればなというふうに思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイ。